100円のサッカーボールでリフティングは100回できるのか。こんにちは、100円娯楽でーす。先日中学の頃のサッカークラブチームの恩師に会いに行った回があったと思いますが、その時にちらっとこんなことを監督が言っておりました。100円でサッカーは上手くならんでな。100円でサッカーは上手くならんでな。果たしてそれは本当にどうなんだろうかと思うんです。100円の可能性を見出すのが僕の仕事ということで、本日はダイソーでボールを買ってきて、このボールでリフティングを100回やるまで終われませんをやってみましょう。終わった頃にはボールさばきが飯並みになってると思いますので、頑張ってクリアしていきたいと思います。いきまーす。90。あーわー、あーもう30、40。あーわー、天井当たった。うん、あーダメだ。30 90 100。こんなぬるっと決まるんかい。何分で終わった？20分。撮影巻いたね。最悪なんだけど。50 60 70 80 90 100。もうちょいやってくれ。160 160 160。あー、こんだけやればもう文句ねえだろ。